今日はかぼちゃのパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日はかぼちゃのパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はホットケーキミックスを使って手軽に簡単に作れるパウンドケーキをご紹介していきます。今回かぼちゃのパウンドケーキなんですけれども、上にナッツを乗せて焼き上げたいと思います。焼く時のポイントなどいろいろありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、ホットケーキミックス、卵、無塩バター、蜂蜜、アーモンド、くるみ。で、今回はこちらの材料で作っていきます。まずかぼちゃなんですけれども、今回皮は使わずに作っていきます。皮なしの状態で 250g 用意してください。そしてバターはですね、無塩バターを使用してください。今回甘さはですね、蜂蜜でつけていきます。こちらね、蜂蜜がダメな場合とか蜂蜜が苦手な場合はお砂糖で代用していただいて OK です。その場合は大さじ 1.5 から大さじ2ぐらいを入れていただくといいかなと思います。そしてあと今回ね、トッピングにアーモンドとあとはくるみを使っていきます。もしない場合はこちらは抜いていただいても大丈夫です。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。こちらは100円ショップで購入したものになります。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートをこのように切っていただいて、そして4箇所にね、切れ込みを入れてください。こちらをですね、型の中に敷き詰めます。はい、OK です。このように生地を作る前にセットしておいてください。それでは早速作っていきたいと思います。はい、では作っていきます。まずはじめにトッピングで使うアーモンドとあとはくるみを砕いていきます。まあ、これは適当で大丈夫です。はい、アーモンドはこれで OK です。くるみも同じように適当にね、刻みます。これはね、ポリ袋とかに入れて麺棒で叩いてね、細かく砕いていただいても OK です。はい、アーモンドとくるみはこのように最初に砕いておいてください。それでは続いてかぼちゃを切っていきます。こちらかぼちゃの種とあとは綿を取り除いてください。こうやってね、スプーンでくり抜いていただくと簡単に取ることができます。はい、OK です。そしたらかぼちゃを半分に切ります。で、この時ね、手を怪我しないようにだけ注意してください。そしてまた半分に切ります。こちら側も半分に切ります。そしてかぼちゃの皮を取りましょう。この時もね、手を怪我しないように注意してください。はい、このように皮を取り除いてください。それではね、残りも同じように皮を取っていきます。はい、OK です。そしたらですね、こちらを小さいサイズに切っていきます。で、この時もね、かぼちゃが硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、このように切りました。そしたらこちらのかぼちゃはボウルの中に入れてください。はい、それではここにふんわりラップをします。こちらを電子レンジ600ワットで4分から5分ほどかぼちゃが柔らかくなるまで加熱していきます。で、加熱する時はですね、1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それでは加熱します。はい、それではね、加熱している間にバターを切りたいと思います。だいたい1センチ角ぐらいのね、大きさに切っていきます。はい、OK です。バターはこのように切っておきましょう。はい、今5分加熱しました。すごくね、熱いので火傷しないように注意してください。そしたらラップを外します。で、外したらあとはですね、こちらを潰していきます。この時ね、ボウルをちょっと傾けていただいて、水分がある時はこのね、出てる水分を一度ね、こうやって拭き取ってください。ボウルがすごく熱いので火傷しないようにだけ十分に注意してください。では、ちょっとね、熱いので調理用のね、手袋をしたいと思います。こちらをマッシャーで潰していきます。この時まだちょっと硬い時は追加で加熱してみてください。はい、そしてある程度潰したらここにね、切っておいたバターを入れます。そしてバターを溶かしながら混ぜていきましょう。で、このようにバターをきちんと溶かしてください。そしたら続いてここに蜂蜜を加えます。この蜂蜜なんですけれども、甘さはね、お好みで調整してみてください。ではこれをですね、今度は泡立て器に持ち替えてすり混ぜていきます。かぼちゃをね、すりつぶすように混ぜていきましょう。それ
では続いてここに卵を割り入れます。でまず1個割ったらよく混ぜましょう。でこの時にね、かぼちゃがすごく熱いと卵が固まってしまうので、ある程度粗熱が取れてから卵は加えるようにしてください。そしてもう一つ加えます。でよく混ぜましょう。はい、OK です。で今ねこの状態だとちょっとねかぼちゃの皮の付近だったところの緑っぽい部分が入ったままになってます。こちらを一度取り除きたいと思います。この工程はマストではないので、もし滑らかな仕上がりにしたい場合はこちらの工程をやってみてください。ではこしたいと思います。なんで今の段階でこしてるかというと、このように生地が緩まってからこしていただいた方がこしやすくなるので、こす場合はホットケーキミックス以外の材料を入れていただいて、ある程度生地を緩くしてからこしてみてください。そうするとね、簡単にこすことができます。はい、 OK です。一度こしていただくだけでとても綺麗な生地に仕上がります。それではここにですねホットケーキミックスを加えます。ふるわずにね、加えちゃって OK です。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、でね、今ね、泡立て器で最初混ぜたんですけれども、結構ね、生地がもったりとするので、最初からね、ゴムベラで混ぜていただいた方がいいかなと思います。はい、生地はこれで完成です。こんな感じに仕上がってます。それでは用意しておいた型の中に生地を入れていきます。結構ね、もったりしてるので、スプーンなどで入れると入れやすいと思います。はい、で全部入れたら表面を一度ね、ならします。はい、このようにならしてください。それではですね、ここにアーモンドとくるみを乗せていきます。真ん中にね、途中で切れ込み入れるので、少しね、気持ち真ん中は避けるように置いていきましょう。でこのように置いたら少しね、手で押さえます。まあ大体で大丈夫です。このように乗せてください。それではこちらを天板に乗せて、まず170度に予熱したオーブンで7分から10分ほどですね、表面が薄く焼けるぐらいまで一度焼いていきます。はい、今7分焼きました。で表面がね、このように乾いた状態になったら取り出してください。そしたら真ん中にね、切れ込みを入れます。それでは今回ね、40分焼いていくので、残り時間33分焼いていきます。で、途中で焦げそうな時は上にアルミホイルをかぶせて焼いてください。はい、焼き上がりました。このように綺麗に膨らんでます。それではね、型から取り出したいと思います。ちょっと熱いんですけれども、火傷をしないようにね、取り出してください。出します。よいしょ。ちょっとね、今ペロッともうオーブンシートが剥がれてしまったんですが、このままですね、粗熱を取りたいと思います。型に入れたまま粗熱を取ると、ここの部分がね、くぼんでしまうので、必ず焼き終わったらすぐね、型から取り出すようにしてください。では、粗熱を取りたいと思います。はい、冷めました。それではオーブンシートを剥がします。よいしょ、ピリピリピリっと。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それでは切りたいと思います。はい、中身はこんな感じです。とてもしっとりふわふわに仕上がってます。これで完成です。はい、これでかぼちゃのパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこんな感じです。このようにしっとりふわふわに仕上がってます。そして表面のナッツもカリカリです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわしっとりですね。ではいただきます。とてもしっとりして、かぼちゃと蜂蜜の甘さが効いててすごく美味しいです。では続いてナッツの部分もいただきます。このナッツの食感がすごく合いますね。この内側のこの中の生地の部分が本当にね、しっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃのパウンドケーキのポイントです。まずかぼちゃなんですけれども、かぼちゃはスプーンで種と綿をきれいに取り除いてください。そして切りやすい大きさに切っていただいて、最初に皮を切り落としてください。この時かぼちゃがすごく硬いので、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。今回私はね、加熱する前にかぼちゃの皮を取ったんですけれども、もしね硬くてちょっと怖いなっていう場合は、加熱していただいてから取り除いていただいても OK です。ちょっとね、温めて
た後は熱いんですけれども、力をかけずに簡単に皮を取ることができます。そしてかぼちゃはこの後ね温めるんですけれども、この加熱時間に関しましては電子レンジの種類でもね適正な時間が変わってくると思いますので、かぼちゃが柔らかくなるまで加熱してみてください。そしてその後ですね、ホットケーキミックス以外の材料を全部混ぜて今回は一度こしました。そうすることで全体的に仕上がりが滑らかになります。ただかぼちゃの果肉感を出したい場合はこちらのコス工程は省いて作ってください。そして焼く時のポイントです。焼く前にですね、まず上に今回はくるみとアーモンドを砕いて乗せました。この上に乗せるものはねお好みで OK です。乗せる時はですね途中で切れ込みを入れるので真ん中を開けて乗せるようにしてください。そしてその後ですねオーブンで焼くんですけれども、7分ぐらいすると表面だけが焼けてきます。なのでそしたら一度取り出していただいて真ん中に1本切れ込みを入れてください。そうすることで真ん中が割れて綺麗なふっくらした仕上がりに焼き上げることができます。なのでねこちらの工程はぜひやってみてください。今回ですね170度のオーブンで40分焼いたんですけれども、もし途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。そして焼き終わった後はですね必ずすぐね型から取り出すようにしてください。型に入れたまま冷ましてしまうと真ん中がくびれてしまいますので、必ず火傷しないように型から取り出してそして冷ますようにしてください。今回ですね甘さは蜂蜜を使ってます。こちらはですねお好みのお砂糖で代用していただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃのパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。